水上公園は栃木県宇都宮市近三丁目にある公園である。公園の種別は地区公園。1964年の開設時から2011年までは水上公園プールとして市民に親しまれていたが、東日本大震災で被災し、施設の老朽化に加え、学校や公共施設のプールも充実していたことから、2012年3月にプールは廃止された。 2019年より、田川を挟んで隣接する、西木西児童公園と一体で多目的広場や、ちびっこ広場など、年代別の遊具を備えた公園として、再整備工事すると公表された。名称は、水上公園のままで変更しない。再整備工事が完了し2021年8月12日10時より、一般開放された。再整備工事の様子 ABCD。 宇都宮都市計画の決定概要1。栃木県。2021年5月23日閲覧。AB6 ゾーンに分け、遊具中心に再生備閉鎖の、宇都宮市水上公園下付新聞スーン。ハット ABC 水と触れ合う公園宇都宮市の、水上公園。12日オープン。下付新聞スーン第9回。東地区町づくり懇談会開催結果宇都宮市。 ありがとうございます。